いい速い。ぶつかる音が聞こえるほど激しい練習風景ですね。今年創部30年を迎えた安芸南高校ラグビー部はかつて花園に出場するほどの強豪校だったんですが、近年はその頃の面影とは全く違う姿になっているんです。当時僕が現役で高校生だった頃はもう全国大会に常連だったチームで、その頃と比べると、かなり勝ち進むっていうのが難しい状況にはなっている中で、高校スタートの子たちばっかりなので、その面では本当に一からスタートで一から教えていくっていう難しさがありつつ、3年生が卒業し現在選手数はギリギリの15人。人数が足りないときは他の部から人を借りていたという状況もあったとか、全国大会予選でも今年5年ぶりに1回戦で白星という苦しいチーム状況が続いていたんです。そんなラグビー部を引っ張るのが新キャプテンの山崎空選手。足止まって相手出れないところで前。キャプテンから見て今のチームどうですか？足りない部分が多いっていうか、まだ成長できる部分は多いと思います。これからチームをどう引っ張っていきたいですか？みんなでチームを引っ張っていくっていうチームにしていきたいです。そして OB もあの頃の輝きを取り戻したいと熱心にサポート。中でもこちらの方は特別な方なんです。だんだんと今公立高校のラグビーが減っていってるので、その中で広島県内の中でも安芸南という公立高校が、今までの歴史も背負って頑張っていく、そういうところもやっぱり大事じゃないかってところで OB が立ち上がったんだと思います。特別臨時コーチで OB の大中さんは、実は安芸南高校ラグビー部が花園に出場した時のメンバーなんです。現在東京で子どもたちにラグビーアカデミーやコーチングクリニックを行っていて、なんとタイの女子ナショナルチームでヘッドコーチを務めた経験も。そんな熱血コーチの指導を受けて再び強豪校への道を歩み始めているんです。サッカーをやってきた私も参加させてもらいます。体力にはもう自信があるので任せてください。押さえ、キャリーだけ。車とぶつかった。びっくりした。すごっ、強いですね。いきます。よっしゃ。なっ、なんとも情けない結果。しかしここで大中コーチのアドバイスをもらいました。今さっきやったのはただ単にこうやってパッと当たってるんで、はい、これを踏んで踏み込んで跳ね返ってくる力をパチンと当てる。跳ね返ってくる力を、はい、教えを生かして頑張ります。教えを生かす。ありがとうございます。壁みたいでした。重たい壁でした。始める前の印象ってラグビーどういう印象でした？やっぱ痛そうだなとか怖いなって印象が強かったですね。2年やってみて、はい、その印象って変わりました？いや、今でも怖いです。あ、怖いんですか？怖いけど、でももう自分を奮い立たせてやるぞっていう気持ちで頑張ってます。激しいスポーツゆえに怪我とは隣り合わせ。山崎選手も鎖骨骨折という大きな怪我で全治半年の診断を受けたこともあったとか。それでもやめたいという思いはありませんでした。逆に早くラグビーがしたいと強い気持ちは折れなかったんだそうです。大中コーチの指導っていうのはどうですか？いや、とても分かりやすくて、でやっぱいつも教えてもらっている教え方とは違って、なんか違う角度の見方なので、すごい、ああなるほどっていう新しい発見も多かったですね。やはり高校からラグビーを始める子ばかりなので、その中で今こういう激しいスポーツのラグビーをやるっていうのはなかなかレベル上げていくのは難しいだろうなと思いますし、
まあ、でも僕もこう練習見させてもらってやっぱすごい真面目な子もいいし頑張ってるなってのはすごい感じます。一度失ったかつての栄光、その輝かしい過去を取り戻すために部員はもちろん OB や保護者全員がスクラムを組んでひたすらに前を目指します。まずは新人戦に向けて、数少ないのでまずは単独で出るということ、それからやはり公式戦でまず1勝2勝とつなげていくっていうのが差し当たりの目標になっているかなと思います。このチームの目標っていうのを教えてもらってもいいですか。目標は県1位です。優勝、県優勝です。はい、強豪の道を倒してっていう、倒してっていう、いやまあいつも100点差つけられてるんですけどねで今年はもうそれをひっくり返して勝ちたいと思います。応援してます。はい、